カウディ、ジェスターセラです。やってきました、今年もユニバーサルスタジオ、ユニバーサルハロウィン2018、ね、行きましょう行きましょう。もうね、日曜日なんですよ、このハロウィンのイベントが始まって最初の日曜日。今年どんな感じなのか、ゾンビがゾーン分けされてるって話だけど、見ていきましょう。日曜で始まったばかりだから人めっちゃいるな。とりあえずなんかフェスになってる。すげえ。さあ、パンクのゾンビさんたちが全部ここに来てるんだね。人の数が。すごい。とりあえずバンバン移動していきます。もうスペシャルゾーンに去年いた、ミュータント系のゾーンですね。あ、スピリットも今年はこの辺にいるみたいです。ここはキュートゾーンということで、なんかアイドルがいるらしいんですが、あはいはいはい、かわいい、かわいい人たちがいますね。あ、やっぱ人多すぎだな、日曜だからな、人めっちゃ多いな。どれがゲストとゾンビの区別がやっぱつかなくなるね。で、今年のバスはなんかバスに乗車イベントみたいなのがないらしいんですね。はいはいはい、すごい感じか。アイドルがいて、愛想振りまいてる感じですね。はい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 。どうしよう、ちょっと移動します。さあ、ここは、お、去年は雨の日にしか出なかったパイレーツゾンビのエリアですね。パイレーツたちは今年はこのスパイダーマン近く、今年のパイレーツはアクティブだな、すげえな。まあまあ去年もまあまあアクティブでしたけど、まあこのエリアにパイレーツたちがずっといる感じなのかな。パイレーツゾーンというふうになってますが、グラマシーパークのパークの方にはとりあえず来てない感じですね。やっぱり路上のみっていうところか。ああ、パイレーツパイレーツ。雨もね、だいぶ今日降ってたんだけど、雨止んでいい感じです、いい感じです。パイレーツパイレーツパイレーツエリアにパイレーツがいる。別の方向のパイレーツが、まあまあそうなるよね。そうなるよね。ワンピースのコスプレの人たちは絶対ここのエリアでね、いるよね。そらそうなるわ。だってここに来れば絶対パイレーツいるんだもん。パイレーツエリアを抜けて今度入り口の方に向かっていくんだけど、この入り口のあたりはね、なんかピエロがいるみたいです。お、風船が見えますね、風船が見えますよ。
白線の白線から落ちないで落ちないで。いいな、ピエロ、ピエロいいな、ピエロいいぞ。あ、お、新種のピエロがいる。頭がでかい。頭のでかい新種のピエロがいますね。おお、なんだ、箱を持ってる、箱を持ってるのがいる。箱の中身は何かな。この中身は何かな。あ、箱の中身は頭でした。あの箱なんか出てるやん。やばい、楽しい、やばい、楽しいな。やっぱハロウィン一番好きだわ、このストリートゾンビの時間帯がいいな。であれだね、今年はバリア演出がないんだね、うん、今年はバリア演出がないみたいですね。ピエロも、いろんなピエロがいる。そんなピエロがいます。お、なんだ、マッドハッターっぽい感じの。おお、すげえ、ピエロ上に上がってく。珍しい行動をとるピエロが。貴公子のピエロがいる感じだけど。あ、帰ってくのか。帰ってくだけか。よしよし。で、ピエロエリアがこんな感じね。はい、じゃあエリア移動しましょう。プリズナーエリア。よいしょ。囚人がいっぱいいるエリアなんだけど。雨降ってきちった。あ、大丈夫かな。よいしょ。はい、今年の囚人さんたちはここにいます。なんていうんだっけ、ここは、ベッド。今年も囚人たちは元気です。元気ですね。ハリウッドドリームザライド前が囚人たちのエリアですね。はい、ではエリアを移動しましょう。お、ファットがいるな。はい、エリア移動してきました。ここはミュータントエリアというふうになってますね。ジュラシックパークの方でございます。ミュータント変形しちゃってるゾンビだね。傘がね、邪魔でいろいろ見づらいかもしれませんが、顔がもう変形しちゃってるゾンビだ。さて、そんなミュータントまだいるのかな。あ、いるね。いますね、いますね。はい、トロー、怖いけど、はい、クイッチャー。
今年のゾンビはサービスがいいね。でここはミュータントゾーンということで、でミュータントからトライバルゾーンという表記に変わります。トライバル、トライバル、部族的なって感じらしいけど、部族パッと見いねえけど、どうなってんだ。もうちょっと奥に行けばいるのかな。トライバル、部族ゾンビ、どこにいるんだ。あー、いたいたいた。雨降っちゃってるから屋根のとこにいますね。おお、すげえ、よいしょ。うわ、超かっこいい。トライバルかっこいい、すげえ、すげえじゃん、超かっこいい。いいね。いや、部族ゾンビいいね。今年からの新しいやつだね。ただやっぱ雨の影響で数が目に見えて少ないというか、ね、この辺りにもいるけど、ちょっと視認できないな。またこれは後日だな。また明日以降ちょっと見に来ようと思います。ではでは、エリア移動していきましょう。ほい、バックドラフト前のあたりかな、トーゼクゾーンっていう風になってますが、感染者、感染系ゾンビがこの辺にいるらしいという情報ですが、雨の影響かな、見えない、全然見えない、どこにいるか分かんない。屋根のあるところにいそうだけど、ああの辺かな、あの辺にいるのかな。あー、いますね。はい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 、屋根のあるところにありましたね。まあ、目光ってる、すげえ。科学者が間違えて感染しちゃった感があるかな、これ。光ってるよ。緑やつ。というわけで雨模様、若干の雨模様なんで、こんな感じで雨の時はもうゾンビが屋根の下に入っちゃうんで、ちょっと分かりにくいかな。まして日曜人も多いね。いや、まあ天候がもんだからね、しょうがないんだけどね、ちょっと残念ですかね。はい、まあとりあえずこれで一回りした感じなんで、この辺いるのかな。あ、いるいるいる、目光ってるのがいますね。あれ見えるのかな。どうやって見えてるのかいまいちわかんないけど。すごい、めっちゃ目光ってる、めっちゃ目光ってる。はい、というわけでこんな感じが一通りの今年のゾンビさんたちですかね。はい、じゃあま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 あね、とりあえず速報的にこれはアップされておりますが、この後僕はブラッドレジェンド、4D シアターの方にとりあえず行ってみようと思います。今日はこのバックドラフトの、なんだ、なんだっけこれ、ザサバイバーって書いたけど、ダメだ、アトラクション名が大好きなのにアトラクション名が思い出せない、なんだっけこれ、デッドマンズフォレスト2だ、そう、デッドマンズフォレスト2、今日はやりません。あと晴れてる時にね、やりに来ようと思います。というわけで以上、ジェスターセラでございました。ではまた次の VR 動画でお会いいたしましょう。さよなら。